こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はですね、大阪に来てます。こんな感じです。非常にですね、ちょっと人通りがあるので恥ずかしいですが、今日の一言言います。みんな幸せになろうよ、人間だもの。やっぱり自分だけじゃなくって、みんな幸せになりたいと思っています。自分だけが幸せって私も違うと思いますし、周りが笑顔で自分も笑顔で、それが幸せだと思います。なんか恥ずかしいですね、いや場所が恥ずかしいんです。それでですね、以前は戦争がなくなる世界平和を願っていましたが、ひとりさんからはまず目の前の人の幸せを願う大切さを学びました。世界平和を願う大きなことよりも、まずは自分ができる笑顔でいることから始めようと思えたひとりさんの素敵な言葉でした。メガネのあーちゃんからの、こういったね、文章でした。まあ、そんな形で、こういうふうな、今日は、大阪の空です。まあ、非常にですね、令和時代、私も頑張ってやりますので、皆さんも頑張ってやりましょう。さようなら。